センス8は、ネットフリックスの配信用に制作された、ウォシャウスキー姉妹、および J. マイケル・ストラジンスキーによる、アメリカ合衆国のサイエンスフィクションドラマ。現代のセンス8は、知覚することを意味する、センサテの言葉遊びとなっている。制作プロダクションは、ウォシャウスキー姉妹が運営するアナーコスプロダクションズと、ストラジンスキーのスタジオ JMS。そして、 ジョージャビルテレビジョンが、この番組のため特別に、アンプリナオンセブルプロダクションズを設立している。作品の第一シーズンは、アムル・アミーン、ペドナ、ジェイミー・クレイトン、ティナ・デ・サイ、タペンス・スミドルトン、マックス・リーメルト、ミゲル・アンヘル・シルベストレ、ブライアン・ジェイ・スミスといった、多国籍のアンサンブルキャストが、世界各地に離れていながらにして突然、 互いの精神や感情がつながった関応者となる8人を演じることが発表された。また、準主役級の役でフリーマー・ジェマン、テレンス・マン、アヌ・パムカー、ナビーン、アンドリュース、ダリル・ハンナが出演している。第2シーズンではアミーンが降板し、代わりにトビー・オン・ウメールが役を引き継いだ。制作者たちは、今日までの多くのサイエンスフィクション番組において、 十分に描かれていないと感じている。政治、自己同一性、セクシュアリティ、ジェンダー、そして宗教といったテーマを掘り下げることを目指した。各エピソードの脚本は、第1シーズンにおいては、ウォシャウスキー姉妹とストラジンスキー。第2シーズンは、リリー・ウォシャウスキーが降板して、ラナ・ウォシャウスキーとストラジンスキーにより執筆された。第1、第2シーズンのほとんどを、 ウォシャウスキー姉妹が監督し、残りは制作協力していたジェームズ・マクティングやトム、ティクバ、ダングラスによる。第2シーズンではリリーが降板したことで、ウォシャウスキー姉妹は脚本執筆、監督業のキャリアの中で初めて共に仕事をしないことになった。本作は世界各地の多数の都市でロケーション撮影された。 1> 第1シーズンの12エピソードは2015年6月5日にネットフリックスで配信され、批評家たちからはおおむね好評であった。LGBTQ のキャラクターやテーマを掲示したことで、注目を集め、グラッドメディアアワード最優秀ドラマシリーズ作品賞を受賞した。物語に不可欠なロケーション選びによって、ロケーションマネージャー組合賞を受賞し、 またプライムタイムエミー賞のメインタイトルテーマ部門にノミネートされた。ネットフリックスは2016年12月23日に2時間のクリスマススペシャルとして第2シーズンの最初のエピソードを配信した。残り10エピソードの配信は2017年5月5日に開始された。第2シーズンは批評家たちから好意的に評価された。2017年6月1日、キャストたちと 第3シーズンの予備交渉を進めていたにもかかわらず、ネットフリックスはシリーズ更新をキャンセルしたと発表した。しかし2017年6月29日にはファンからの強い指示により、2018年に2時間の最終回が放送されることが発表された。2018年6月8日、151分の最終回が公開され完結した。本作のストーリーは、 アンジェリカと呼ばれる女性が、ウィスパーズという男から逃れるために自殺する直前、世界各地の異なった文化の国にいる8人に精神的なつながりを生んだことから始まる。精神的にも感情的にもつながりを持った8人は、互いに知り合って交流し、自分たちが知識や言語、技術を共有することができる、観王者のクラスターとなったことを知る。 世界規模の強大な権力を持つ組織バイオロジック、プリザベージョンオーガニゼーションは観王者を捉えて残酷に扱っており、8人の観王者たちが BPO に存在を察知されてしまったことから物語は展開していく。第1シーズンは彼ら8人が過ごす日常と自分たちに何が起こったのかを把握しようとする姿が描かれる。またその一方で、 アンジェリカと関係があるジョナスという関王者は彼らを助けようとし、BPO とウィスパーズは彼らを借り立てようとする。第2シーズンでは、つながりに慣れた8人は、日常的に協力し合っている。彼らは、ホモセンソリウムや、BPO の成り立ちと目的、アンジェリカがそこで果たした役割、その権力、そして一時的に彼らを欺く方法を学ぶ。 八人はまた他の観王者たちとも出会い、誰もが友好的というわけではないことも知る。ジョナスはウィスパーズに囚われながらも八人と自分自身を救おうとし、ウィスパーズとウィルは互いの裏を書こうといたちごっこを続ける。我々はまず進化というものがどのようにして共感の輪を生み出すかという点について話し合いました。あなたは家族に属し、部族に属し、 川のこちら側では二つの部族が結びついていて、川の向こう側の人々とは敵対している。村、町、州、そして国という単位でも同じことです。ここで、もし地球上の8人の個人が突然、同じ部屋にいるかのように直接的に交流できるようになったとしたらどうでしょう。彼らはどのような反応を見せるでしょうか。何をすることになるのでしょうか。 何を意味するのでしょうかそしてそのような能力を持つ人々に対して世界はどうするでしょうか彼らを受け入れるでしょうかそれとも彼らを借り立てるでしょうか満載のアクションと壮大な構想、誰もやったことのないスタント、そして地球上の視聴者を楽しませるための完璧なプラットフォームをご覧に入れます。J. マイケル・ストラシンスキー、CO クリエイターウォシャウスキー姉妹によれば、 センス8の着想は、数年前に発表された、私たちを結びつけると同時に分裂させる技術、ついての深夜議論に遡る。ストラジンスキーは、様々な媒体での仕事経験を持つため、ボシャウスキー姉妹が第一シリーズ制作を決めた時に、アイデアのブレインストーミングを行うため、ラナの自宅に招かれた。ボシャウスキー姉妹とストラジンスキーは、 テレビシリーズを制作するなら誰もやっていないことを試したいと思っていたし、マトリックスがアクション映画に大きな影響を与えたように、テレビ番組のボキャブラリーを変えたいと望んでいた。数日の議論の末、人類の共感関係の進化を探る作品にすること、世界規模の話となるだろうこと、標準的なテレビ制作モデルを可能な限り逸脱するために、 各国でのロケーション撮影が必要になることが決まった。ストラジンスキーのインスピレーションの源は、世界中様々な地域に住む友人たちと同時に、映画を見て、オンライン上でコメントし合った経験だった。作品タイトルは、ブレインストーミング2日目に、ラナが考えたが、その時は、まだ何人のキャラクターを登場させるか決まっていなかった。ラナは、ストラジンスキー2000さての言葉遊びである。 センス8と書かれたノートを見せて8人の主人公の概念を示すと難しい部分はもう終わった。と述べた。3人は思いついたコンセプトに興奮し、誰かに任せるのではなく自分たちで制作することに決めた。ボシャウスキー姉妹は3時間分のスペックスクリプトを書き、ストラジンスキーと共にワーナーブラザースや HBO へ売り込もうとしたが、誰にも 作品コンセプトを理解されず棚上げとなってしまった。数年後、テレビの風潮が実験的なコンセプトを許容し始めていると感じた。彼らは売り込みを再開した。2012年10月2日、バラエティは、ウォシャウスキー姉妹がストラジンスキーの、スタジオ JMS とジョージャビルテレビジョンの助けを得て、ロサンゼルス周辺でセンス8を売り込んでいるとしてその作品の存在を、 最初に報じた。もし売り込みが成功すれば、姉妹とストラジンスキーは、ショーランナーの職を分かち合うことになる。さらに、ウォシャウスキー姉妹は、スケジュールが許すならばいくつかのエピソードの制作式を、する予定だった。ストラジンスキーによれば、バイヤー候補として、最初に打ち合わせをした相手はネットフリックスであった。ウォシャウスキー姉妹とストラジンスキーは、性別、身分、秘密、 そしてプライバシーなどのテーマについて話した。7によると、世界各地での撮影についてネットフリックスは、好意的な反応を示し、これは以前失敗に終わった売り込みの際に受けた、無理に決まっている、反応とは対照的なものだった。彼女らはまた、もし彼女らが何でもしていい、自由を得たなら、あらゆる異なった人種による、競争的な乱行や、 出生について関心があると正直にネットフリックスへ話し、ネットフリックスは乗り気であった。打ち合わせは表面上はうまくいったように思われたが、商業的な案を打ち出せなかったため、彼女らは失敗したのではないかと心配した。HBO などにも売り込む前にとネットフリックスは先制し、昼までに彼女らを呼び出して第一シーズンの購入オファーを出した。 ネットフリックスは2013年3月27日に第1シーズン10エピソードを発注したと発表した。撮影が始まってから、脚本の密度とファーストエピソードのファーストカットが伸びたことにより、ショーランナーたちとネットフリックスは12エピソードへの延長について合意した。ボシャウスキー姉妹とストラジンスキーの制作プロダクションはこの作品のために設立され、 アンプリナオンセブル・プロダクションズと名付けられた。この名称は、ショーランナーたちの性の発音の難しさに言及したジョークとして、ストラジンスキーによって提案された。撮影開始前、ウォシャウスキー姉妹とストラジンスキーは、ストラジンスキーが以前、バビロン語で行っていたことと同様に、シリーズ最終エピソードを含めて5つの物語を書いた。キャストたちは5シーズン契約に署名した。 ストラジンスキーは、我々は5年の物語を5シーズンで描くことにして、キャストたちとは5シーズンの契約を交わした。オフシーズンを含めれば5、6年になると述べた。第1シーズンはキャラクターたちのオリジンストーリーとなる。ストラジンスキーは、設定資料がどれくらい長いのかと尋ねられ、我々の頭の中にあると答えたが、第1シーズンを成功させるために、 第2シーズンの仮の要点について30ページの文章を書いた。マトリックス以来、コミックブック業界で、ウォシャウスキー姉妹とコラボレーションしてきた、コミックブックアーティストのスティーブスクロースが、この作品の絵コンテを描いた。ジュリー・ウォシャウスキーは、第1シーズン各エピソードのエンドクレジットに、ストーリーリサーチャーとして、名を連ねた。ラナの妻、カリン・ウィンスロー・ウォシャウスキーは、 第2シーズン第2エピソードからストーリーリサーチャーとしてクレジットされている。リリー・オシャウスキーは晴天換を終えた後、第2シーズンの脚本と監督の立場に戻らず、休養を取ることに決めたが、共同制作者としては活動を続けた。テレビ企画に初参加するオシャウスキーを助けるため、第1シーズンのプリプロダクションからポストプロダクションまで、 積極的に参加していたストラジンスキーは、脚本執筆フェーズ完了により、第2シーズンでの主な役割が終了したと述べ、ラナが自分で制作に取り組むために必要な経験を積んだと感じた。また、第2シーズンは関王者についての神話的な裏話を明かし、他のクラスターについて触れ、第1シーズン終了時に視聴者が抱く多くの疑問に答えを示すよう設計されているとも述べた。 ラナは子供の頃、ヒルストリートブルース、モークミンディ、オールマイチルドレンなどのテレビの特別番組が好きだったことから第2シーズンの最初のエピソードを2時間のクリスマス特番にするというアイデアを思いついた。ラナは誕生日や祝日、祝賀会などは皆がつながっていると同時に独自に孤立しているようにも感じられるものであり、特番におけるキャラクターたちの生活を 自分のことのように楽しんだと説明した。第一シーズンの初行は、ウォシャウスキーとストラジンスキーの間で分割された。ウォシャウスキーは、エピソード1、2、3、7、8、ストラジンスキーがエピソード4、5、6、9、10を書いた。その後、ウォシャウスキーとストラジンスキーは、互いのスクリプトを編集し合った。ストラジンスキーは、 脚本の良い部分はラナーと自分の共同執筆だと語った。ストラジンスキーは、ウォシャウスキーとの共同執筆が互いの弱みを隠す助けとなり、学び合うことができたと考えた。ストラジンスキーは、ウォシャウスキー姉妹は、アクションとプロットが最大の強みであるものの、構成に難があると認識していた。一方自分には構成力こそあるものの、アクションは苦手だと考えていた。 ストラジンスキーには彼なりの仕事のやり方があり、執筆する前にスクリプトの最初から最後まで頭の中で作成するが、ウォシャウスキーは出来上がった部分から書き始めて、出来ていない部分には手をつけずにどうしたら最もうまくいくのか様子を見る。ストーリーの初期バージョンでは、イラクの看王者と作品のヴィランである、ウィスパーズにより焦点が合わされていたが、 オープニングシーンを除いて物語展開を8人の視点に制限すると脚本家たちが決めたことで変更された。シーン設定がサンフランシスコならばのみ、シカゴならばビルの視点でなければならないということである。作品はキャラクターたちが自身に何が起こっているのかわからず、例えば従来的な作品のようにヴィランが何をしているかについて把握することもできないため、 視聴者も主人公たちと同じ疑問と混乱を抱いていく。主人公たちがいくつかのエピソード進行過程で何が起こっているか理解し始めると視聴者も同じレベルで理解していく。ストラジンスキーは従来のテレビネットワークではこの手法は機能しなかっただろうと述べている。第一エピソードはパイロット版の作りでは決してできない手法で書かれている。パイロット版というものは 視聴者を引きつけるために全てのルール説明を行わなければならないとストラジンスキーは語った。代わりにネットフリックスが推進している臨時ウォッチングモデルを利用することでこのシリーズは12時間の映画として描かれ物語を異なるペースで進めることができる。トランスジェンダー女性であるラナゴーシャウスキーはキャリアの中で初めてトランスジェンダーを描いた。 そのため部分的には彼女自身の経験を反映させている。いくつかとても強烈に自伝的なシーンがあり、非常に難しくもシュールだったとラナは語った。のみを演じるジェイミー・クレイトンは若かりしのみがジムのシャワーで少年たちにいじめられたシーンをラナの人生経験から来るものだと紹介した。ノミのガールフレンドアマニタを演じるフリーマージェマンは彼女の性格は ラナの妻であるカリン・ウィンスローに大きく影響を受けていると話している。ラナがのみに親近感を抱いて執筆したように、ストラジンスキーは自身が父親と不仲であったことから自分はボルフガング・ボグラノフに近しいと感じた。ボルフガングはストーリーテリング場の真北に位置したとストラジンスキーは語った。ストラジンスキーは執筆段階において リリー・オシャウスキーに近い性格のキャラクターが誰かは明かしていない。 それ以来、リリーもトランスジェンダーとしてカムアウトした。彼女の性転換過程の始まりは、第1シーズンの開始以前で、クレートンは早い段階でそれを知っていた。スクリプト量を半分に分け、遠隔で執筆された第1シーズンとは異なり、第2シーズンはシェアルームでの共同作業となった。クラウドアトラスの著者デイビッド・ミッチェルと小説家にして、 コラムニストのアレクサンダー・エモンは第2シーズンの脚本執筆を行い、コンサルタントとしてクレジットされた。ラナは姉妹とトム・ティック・バと共に、クラウド・アトラスを映画化した後、ミッチェルと友人になり、センス8の第1シーズンを撮影する直前に、ミッチェルのザ・ボーン・クロックスを読み、センス8とジュピターをまとめたものに似ていることに驚いた。奇妙で、精神共有という、 センス8のような経験でしたとラナは語った。エモンは2009年に初めて、ボシャウスキー姉妹と出会ってインタビューを受け、彼女らの望む映画脚本のインスピレーションを得て、それらを整理し2012年ザニューヨーカーに、クラウドアトラスを書いた。第2シーズンのエピソード4、重なる恋でミッチェルとエモンは、ノミとアマニタの好きな作家として、亀を出演し、本人役でクレジットされた。 キャストらによると、第2シーズンの撮影中、ラナは、ロケーションやキャストたち、あるいはセットからさえもインスピレーションを得て、毎日のように大量のリライト作業を行った。クラウドアトラス、ジュピターに続いて、センス8で、ボシャウスキー姉妹とサンドコラボレーションする韓国の女優、ペドゥナ。2014年6月20日、デッドラインドットコムは8人の主要人物役と、 その他の登場人物役として、フリーマージェマン、ナビーン、アンドリュース、ダリル・ハンナ、アルフォンソ・ヘレラ、エレン・ディ・ライバラが出演することを報じた。制作者たちは、アメリカ以外の地域に住む登場人物役として、できる限りそれぞれの国籍と合致する俳優のキャスティングを望んだ。例えば、ペルナ、ティナデサイ、マックス・リーメルトはそれぞれ、ソウル、ムンバイ、 ベルリンのキャラクターである。8人の主要人物は同じ誕生日という設定であるため、俳優たちは全員20代半ばから30代前半のものが選ばれた。制作者たちは中国人、日本人、韓国人のキャラクターを描きたいと思っており、ウォシャウスキー姉妹が以前、クラウドアトラスとジュピターでペルナと仕事をしたことから、韓国人のキャラクターを作ると決めた。 ペドゥナは、センス 8A の出演契約に際して、その5シーズン計画は10年にわたって、アクションシーンの撮影があることを意味すると考え、結婚や妊娠が難しくなることを心配した。ショーランナーたちは、もし妊娠したなら、彼女のためにキャラクターを死なせるから心配ないと説得し、彼女はキャストに加わった。ジェイミー・クレイトンは彼女自身と同じく、トランスジェンダーの女性を演じる。 トランスジェンダーの監督が描いたトランスジェンダーの女性役ということ、また SF 好きでストラジンスキーのファンでもあったためセンス8に関心を抱いた。タペンスミドルトンはジュピターに出演している間にウォシャウスキー姉妹がセンス8の脚本を書いていることを知ったが出演を考えてはいなかった。ティナデサイはロンドンで行われた第二オーディションに参加する都合をつけられなかったが、 スカイプを用いて作品についての自分なりの解釈を伝え役を得た。マックス・リーメルトは長年リーメルトと一緒に仕事をしたいと思っていたトム・ティックバから推薦を受けキャスティングされた。ブライアン・ジェイ・スミスは当時出演していた舞台のアフターパーティで本シリーズのキャスティングディレクターを務めるカルメン・キューバと会参加を勧められてオーディションに臨んだ。ダリル・ハンナは当初 両性具遊のキャラクターとして考えられていたウィスパーズ役で出演依頼を受けたが面接の場でアンジェリカ役を打診された。11月、デッドラインドットコムは執着心を持つヴィランとしてクリスチャン・オリバーがキャストに加わったと報じた。オリバーはスピードレーサー以来に度目となるウォシャウスキー作品でのヴィラン役に興奮していると語った。バウンドとマトリックスで ウォシャウスキー作品に出演したジョーパントリアーノがウィルの父親役としてクレジット記載なしでキャスティングされた。2016年4月26日、アムル・アミーンは第2シーズンの脚本の読み合わせ中にラナ・ウォシャウスキーと対立して以来徐々に関係が悪化し第2シーズンのいくつかのエピソードを撮影したところで突然交番したとデッドラインドット・コムが報じた。 ヘッドラインドットコムの記事や共演者のタペンスミドルトンが語るところによれば、その対立は両者の創造性の違いであると示唆されている。そのことについて尋ねられたストラジンスキーは、その場に居合わせなかったためアミーンとラナの間に何が起こったのかを把握していないが、両者の選択を尊重すると述べた。アミーンが去った後、カフェアス役のオーディションが7日間行われ、 トビー・オン・ウメールが改めてキャスティングされた。オン・ウメールはそれまで本作を未見であったが、オーディションに先立っていくつかのエピソードを主張した。彼は、アプローチについて、私がすべきことはアミーンを正確に模倣することでは、なく、自分なりのひねりを加えて、役柄を自分のものにし、このキャラクターに同じ本質を与えることだ。違った人生を歩んできたし、 取り組み方も違うだろうからと語った。4月初旬、過去をシャウスキー作品のスピードレーサーとジュピターに出演したキックガリーは、ラナが彼に特別な役を用意し、第2シーズンにキャスティングされたことを電話で知らされた。5月、ベンコールが普通の看護者のトッド役でキャスティングされたことをデッドラインドットコムが報じた。9月、 シルベスター・マッコイが第2シーズンを迎えているあるネットフリックス作品の3から4エピソードに出演したことを明かし、これは後に本作のことだと特定され、彼が望むならさらなるシーズンに出演契約できることになった。クラウドアトラスで早く出会ったマルティンブ・トケも第2シーズンに出演した。ストーリーの国際的な面を伝えるためにセンス8は ほぼ全世界で撮影された。第1シーズンは8カ国9都市である。第1シーズンの制作は2014年6月18日にサンフランシスコで始まった。制作者たちはクラリオンアレイミューラルプロジェクトの主催者と交渉し、作品内でアーティストらの作品を紹介した。シカゴでの撮影は7月9日に始まって8月8日に完了し、 シネスプイスフィルムスタジオでも撮影が行われた。いくつかのシーンはドライブスルーレストランのスーパードッグで撮影され、利用客たちは撮影を凝視しないよう求められた。ボシャウスキー姉妹は常連客であった。ロケーションハンティングの最中、プロデューサーたちはシカゴ近郊のインディアナ州ゲイリーにシティメソジスト協会を見つけ、脚本中の1シーンを協会に設定し、 6月25日から28日まで撮影に利用した。撮影はロンドンで短期間行われた後、アイスランドに移り、8月26日から9月6日までレイキャビックとアクラネースで行われた。ナイロビでの撮影においては、700人のエキストラと200台の車、ヘリコプターが必要とされた。ソウルでは9月18日から30日まで撮影された。 次にメキシコシティへ移り、その後はドイツのベルリンとバーベルスベルクスタジオで撮影された。最後にナイロビを訪れ、スラムドッグドルミリオネアのロンギヌスフェルナンデスが、振り付けしたボリウッドのダンスナンバーを撮影した。脚本家たちは各都市でのイベント撮影を企画したがった。サンフランシスコではサンフランシスコプライドとダイクマーチのダイクスオンバイクス。 シカゴでは独立記念日の花火、そしてムンバイのガネーシュフェスティバルである。さらにサンフランシスコでトランスジェンダーたちのクヤパフォーマンスであるフレッシュミートフェスティバルをロンドンのここでクラブイベントをメキシコシティではアリーナナウカルパンで本物のルチャリブレの覆面レスラーが試合をするところを記録した。最後にキャラクターたちが飛行機に登場しているシーンは キャストや撮影スタッフがロンドンからアイスランドへ移動する実際の飛行中に撮影された。2014年11月17日にストラジンスキーは翌月に冬のアイスランドでの撮影を残し主要シーンの撮影が終わったと述べた。これらのシーンはアイスランドに十分な量の雪がもたらされる2015年1月中旬まで延期され1月21日に レイキャビクのハルパレイキャビクコンサートホール会議センターで打ち上げが行われた。撮影終了までの飛行距離は地球4周分10万マイルに及んだ。第2シーズンは11カ国16都市で撮影された。第1シーズンにおけるレイキャビク以外のロケ地に加えてアムステルダム、アーガイル、チッパンハム、ロサンゼルス、マルタ、ボジターのレッドウッド国立公園、 サンパウロが加わった。第2シーズンの主要シーン撮影は2016年3月からの予定だったが、クリスマス休暇の間に主要人物を撮影するため、2015年12月30日に前倒してベルリンで始められた。続いて2016年1月23、24日にシカゴで短期間の撮影が行われた。2016年3月中旬に、 ベルリンで撮影が再開され、3月25日には10日間の撮影のためムンバイへ移動した。4月7日、ボジターノで撮影が始まった。アムル・アミーンは撮影に参加せず、制作から離れることを決めた。4月後半にはメキシコへ移り、トビー・オグ・メールがアミーンの役を引き継ぐこととなり、主にメキシコシティでまとめてペックで1日の撮影を行った。 カリフォルニア州サンフランシスコでの撮影は5月5日頃から5月20日まで行われた。ロケーションマネージャーのマシュー・リウッタは、ビリー・ゴートヒル公園のブランコでのロマンティックなシーンの撮影において、誰かが不意に裸になったことで、公園娯楽賞ショーから罰金刑を受けた。ロサンゼルスで2日間の短い撮影があり、5月24日からはマリブで撮影が始まった。 5月下旬にサンパウロで撮影が始まり、5月29日には第20回サンパウロゲイプライドパレードでの撮影が行われた。ラナがパレードの2日前までその決定を下せなかったのはスケジュールが競合していたことからプロダクションが計画を放棄していたためである。ラナは間に合うことに気がつくとサンパウロへ飛び何百万人もの前でリハーサル抜きに撮影を行った。 シカゴでの撮影は6月5日から15日にかけて行われ、イギリスロンドンへ移って、ケンブリッジとスコットランドで7月4日まで撮影した。その後は、オランダのアムステルダム、デンハーグ、ユトレヒトへ移り、7月19日までの約2週間、撮影した。アムステルダムではまず、アムステルダム国立美術館を舞台とし、レンブラントの絵画の実物を撮影した。 保険会社はラナに撮影許可を与えなかったが、彼女自身や美術館へ赴くことができない家庭の人々にとって、夜景がどれだけ重要なものかという内容の8枚の手紙を書き、最終的に許可を得ることができた。アムステルダムのクラブパラディッソでは、実際の監修の前でタペンスミドルトンの DJ シーンを呼びたキャストのダンスシーンを撮影した。オランダの次に、 7月22日には早くもナイロビで撮影が始まり、後に韓国のソウルと富川市で行われた撮影は最長のものとなり約3週間に及んだ。その後、9月14日までベルリンに移り、同時期に2日間だけロンドンへ戻って、ウェストミンスター宮殿の外で撮影を行った。9月18日にはマルタへ移り、カルカラで2日間、水槽を使った撮影が行われた。 2016年9月19日、マルタでの撮影完了をもって、第2シーズンの撮影が終了した。総合的に、キャストと撮影スタッフの飛行距離は25万マイル以上となったが、ロケ地選びを行ったディレクターとプロデューサーの幾人かは37万マイルに及んでいた。本作はエピソードごとではなく、撮影地ごとに監督が分かれており、各エピソードは、 数カ国にまたがっているため、単独の監督は存在しない。第1シーズン、ウォシャウスキー姉妹は、シカゴサンフランシスコロンドンアイスランドで監督したが、ロンドンとアイスランドは当初、ストラジンスキーが担当するはずだった。ストラジンスキーは、最終的にそれら後半なシーン撮影を、ウォシャウスキー姉妹に任せ、自分は、ポストプロダクション作業に注力することにした。ジェームズ・マクティーグは、 メキシコシティとムンバイ、また、レイキャビクのいくつかのシーンを担当し、ドイツ人監督のトム・ティ・クバは、ナイロビ・ハーフ・ライフの制作で、ウォシャウスキー姉妹に注目され、本作で、ベルリンとナイロビを担当した。ダングラスは、マトリックス・リローデット以降のウォシャウスキー作品で、視覚効果スーパーバイザーを務めてきたが、本作のソウル担当として、初めて監督業に就いた。 別々の国で撮影が同時進行している時期もあったが、ウォシャウスキー姉妹は撮影地を回り、それぞれの担当監督と協力し合った。報じられたところによれば、ウォシャウスキー姉妹はメキシコシティでシルベストレの演じるキャラクターがスタント撮影に臨むシーン、ナイロビデのマチェテを用いた戦闘シーンに加えて、ファンダームのカーチェイスなど自分の担当以外の地域でも、 部分的に監督作業を手伝った。総計すると、ウォシャウスキー姉妹は7エピソード、マクティーグとティクバは角2エピソード、グラスは1エピソードの監督としてクレジットされた。本作の第一シーズンにおいて、ウォシャウスキー姉妹は1日あたり脚本10から15ページ分の撮影を進め、これは典型的な大規模予算映画に慣れていた彼女たちにしても、 一日たにから3ページ分は早いペースであった。彼女らはプレッシャーがかかっているとコメントしたが、その一方でリリーはそうしたやり方を学ぶことがエキサイティングだとも述べた。ティクバは完成に間に合わせるため一日あたり、新7分の撮影ペースで進めなければならず、同じく映画界にいた彼も、また、これを非常に珍しいことだと感じた。第二シーズン、ラナウシャウスキーは、 姉が休養に入ったことで本作における多くの制作の仕事を引き継ぐことになり、監督としての責任が増した。プロダクションサウンドミキサーのスティービー・ヘイウッドは、ラナの演出スタイルは基本的にカメラを2台使用しており、15から20分の非常に長いテイクを撮影できると説明した。さらに、キャストやラナたちスタッフは一切リハーサルを行わなかった。実際、 撮影がリハーサルになっていたとヘイウッドは述べた。仮に技術的な問題が起きてもラナはキャストたちの即興に期待してカットと呼びかけるまでは撮影を続けた。セットにおけるラナの撮影スタイルについてスミスデサイ・シルベストレラが裏付けており、ラナはリハーサルを嫌っていて長回しを使用し彼らの演技に対していくつか異なったバリエーションを 求められたと語った。マクティーグはメキシコシティに監督として戻った。ティクバはナイロビパートの監督として戻ったが、テレビシリーズバビロン・ベルリンの仕事に忙しかったため、ベルリンだけは監督しなかった。グラスは第2シーズンにおいてソウルの第2撮影班を監督し、ベルリンでも担当した。総計すると、ラナはクリスマス特番を含む、 第2シーズンの6エピソード、マクティーグは3エピソード、ティックバトグラスは、それぞれ1エピソードでクレジットされた。ネットフリックスは 4K カメラを使って撮影することで、作品の見栄えを向上させ、撮影監督のジョン・トールは、特別に取り上げられた9カ所の土地で、主にソニー製シニーウルタ PMW 回55に、カールザアイス製、ウルトラプライムとクックオプティックス S4 のレンズを、 組み合わせて撮影した。第一シーズンではトールは、クラウドアトラスと、ジュピターにおいて、ウォシャウスキー姉妹と、グラスに、再び協力し、サンフランシスコ、シカゴ、ロンドン、アイスランド、ソウルでの撮影を担当した。トールは慣れていた、長編映画とは違う、テレビ制作の早いスケジュール進行に合わせるために、撮影に、ステリカムや、手持ちカメラを多用した。 他の撮影監督たちも同じ問題に直面したため同様のスタイルを取った。マクティーグはメキシコシティとムンバイの撮影監督として推理作家ポー最後の5日間とサバイバーで仕事を共にしたダニール・ウルマンを起用した。ティクバはベルリンとナイロビの撮影のためにそれぞれフランク・グリーベ、クリスチャン・ヘルメスベルガーと働いた。グリーベは以前 クラウドアトラスを含むティクバの長編映画作品7本を撮影していた。ヘルメスベルガーはティクバがナイロビを舞台にした映画ソウルボーイとナイロビハーフライフを制作した際の撮影監督だった。第2シーズンでは再び回55カメラが主に使われパナビジョン製プリモ111ズームとカールザイス製ウルトラプライム 富士ン9から 90mm キャブリオプルミエレンズが使用された。ルールマンはメキシコシティでマクティーグとヘルメスベルガーはナイロビでティクバと残りのすべての地域ではトールがラナオシャウスキーと組んだ。彼らは2台のカメラセットを用いた。A はほぼステリカムによる撮影であり、B は常時手持ちカメラが使われた。トールはこのセットアップは 厳しいスケジュール進行と大量の映像素材を必要としたからだけでなく、A カメラを撮影日誌のダニエル・マサチェ氏に任せたいというラナオシャウスキーの要望も理由だったと説明した。さらにトールは我々が採用した撮影方法は従来通りのマスターショット撮影をしつつ他の角度やクローズアップショットへ優雅に移行できる。本質的に常に 同じテークでカバレッジ撮影していたようなものだとも述べた。ソウル担当のダングラスとジム・ミッチェルは第一シーズンの資格効果スーパーバイザーであった。同シーズンには約1200の VFX ショットがあった。シカゴでは社内 VFX チームが編成され700ショット以上を手掛けた。ラクティックス VFX、テクニカラー、アンコール VFX が主要な VFX ベンダーであった。追加作業はスタジオ 8FX、トレース VFX、そしてオールモストゴールドがいった。シリーズの厳しい予算と時間のために、ほとんどの特殊効果は SFX で行い、必要に応じて VFX で付与された。看王者たちがテレパシー的にやり取りするシーンの多くで、追加作業を必要としないよう。 キャストたちは単に撮影フレームの内外を都度、出入りしていた。グラスによると、VFX 作業のほとんどは、最終的に作品には反映されず、画面の分割、映り込んだ撮影スタッフや、機材の除去、天候の強調、インサートカットなどであった。他の視覚的なことで言えば、俳優たちの年齢操作、アイスランドの車両走行シーンでの天候の強調、いくつかの黒ー撮影、 CGI による刃物や出血、傷の追加である。テクニカラーは、ジョン・トールとボシャウスキー姉妹へ日ごとに、色彩補正の仕上がりを報告し、作品の見栄えを指揮するカラリストのトニー・ダスティンは、サイドをやや上げることで、現実と超現実が並存すると説明した。ボシャウスキー姉妹は、従来のテレビ制作で行われているように、リールをロックすることの内容をプロダクションに要請し、 リリースの2週間前まで本作の語り口や見た目、色調の編集が行われた。彼らはまた劇場映画のクオリティにすることを望み、ダビンチリゾルブソフトウェアでシリーズの色調調整を行った。テクニカラーは 4K で作業し、2K と 4K 解像度の2つのマスター素材を作成した。第2シーズンの視覚効果スーパーアバイザーはダングラスとライアン・アーバンとなり、 後者は第1シーズンにおいて賞賛を受けていた。テクニカラーは再び色調調整を担当し、VFX 部門は今度は600ショット以上を作業した。本作はシカゴに本社を構えるウォシャウスキー姉妹のキノワックス。第1シーズンはジョーホベックとジョセフジェとサリー。第2シーズンはサリーとフィオナ・コルベックが編集した。サリーはウォシャウスキー作品。 スピードレーサーの第一編集アシスタントであり、忍者アサシンでは編集を任されていた。ボシャウスキー姉妹はテレビ番組制作としては挑戦的なやり方になるとわかっていた。非常に素早く仕事を進める必要があったからである。リリーによれば、全米監督協会は長編映画の撮影に最低10週間を求めていたが、 センス8の第1シーズンは1時間のエピソードを2週間ごとに完成させていくペースであった。センス8の楽曲はジョニー・クリメックとトム・ティック・バによって書かれたが、2人はクラウド・アトラスでも楽曲を共同制作しており、ペイルさんとしてマトリックス・レボリューションズのサウンドトラックにもわずかに参加した。彼らとクラウド・アトラスで仕事をしたジーン・プリツカーによってディスコリングされ、 MDR 公共楽団がレコーディングを行った。各シーズンの楽曲は撮影開始の1年半前に書かれ、シーン撮影前に俳優たちに聴かせることができた。ティクバは自身の映画すべてでこのような音楽作りをしており、ボシャウスキー姉妹はまず最初に楽曲を書き始めるという、この手法を。 クラウドアトラスのプリプロダクション中に取り入れた後、その後は別の手法を取っていないと述べている。編曲者たちがファーストカットを完成させると、作曲家たちがトラックをさらに発展させる。我々は拡張と宣伝の両面で肉付けを行い、より慎重に進めるのであれば、新しい曲を書いたり、方向性を変えたりもすると作曲家は説明した。センス八のテーマ曲は、 ティックバとクリメックが書いたものの中から、ウォシャウスキー姉妹が選んだ。7から8分あった原曲から短縮され、ウォシャウスキー姉妹の要望によって、合唱と電子的要素が加えられた。この作品は、第68回プライムタイムエミー賞のメインタイトルテーマ部門にノミネートされた。ウォシャウスキー姉妹と頻繁に仕事を共にしている、イーサン・ストーラーは追加の作曲を行い、 シリーズのミュージックエディターになった。長年クリメックとティックバの共同編集者であったガブリエル・アイザック・マウンジーは追加曲を作曲し、第2シーズンのスコアミキサーの一人となった。第1シーズンのエピソード4、重なる声は主要人物たちが初めて共感を経験するエピソードであり、エピソードタイトルの原来 What's Going On は、 4ンノンブロンズのワッツアップの歌詞から取られたものである。第1シーズンのサウンドトラックアルバムは2017年5月5日に、ウォーター・トーワー・ミュージックからデジタル配信された。クリメックとティクバによる10曲に加え、前日のワッツアップジアントラーズの、ケタリングセブン・ライオンズがケルリとフィーチャリングした、Keep It Close、シガーロスのドーデローンが収録されている。クリメックと、 ティクバが単独で作曲したものは、ウォーター・トーワー・ミュージックの YouTube チャンネルで視聴、可能である。クリメックは、第1シーズンの楽曲のために、自身とティクバが、ウォシャウスキー姉妹とコラボレーションしたことについて、1週間の共同作曲セッションをしばしば行った。非常に協調的なプロセスで、一人よがりなものでは、全くなかったと述べた。 ラナ・ウォシャウスキーはこの楽曲について、それ自体がユニークなスクリプトであり、センス8の視聴者を誰も想像したことがない世界へ、運ぶと述べた。第2シーズンでは、クリメックとティクバは、母をテーマとした5分以上の曲を10曲、撮影が始まる前に提供した。今度はラナが、マウンジーと共に、曲のミキシングに取り組み、シーズン最終エピソードにおいて、クリメック、 ティクバと共に作曲担当としてクレジットされた。クリスマススペシャル、新たな年、新たな物語では、ダニエル・マーティン・ムーアを、リード・ボーカルとして、アポロ・コーラス・オブ・シカゴが録音、ゲイリー・フライ・ミュージックがアレンジした、レナード・公演のハレルヤのカバーを用いた。このシークエンスでは当初、サンフランシスコ・ゲーメンズ、コーラスが歌ったカバーが用意されていたが、エピソード完成締め切りの前に、 ライセンス契約が失われてしまったため、ストーラーは彼らの完成曲を破棄して新たにカスタムバージョンを用意する必要があった。5日後に準備された曲について、ネットフリックスを含む制作者たちは最終的に満足し、マーケティングキャンペーンで特別に使用された。同シーズンのエピソードも、恐れは何の役にも立たないでは、ライリーが他の看護者たちに自身を知ってほしいと呼びかけるため、 1> 第1シーズンで、What's プ p を聞いた時のことを思い出し、クラブでそのリミックスを用いた DJ プレイを行う。カリン・ウィンスローは2分間のタイトルシークエンス映像のため車を借り、撮影助手に手伝ってもらいながら第1シーズンの8カ国を回って100ショット以上を撮影した。ウィンスローによれば、ラナから私への指示は、各国へ行き、微妙な空気感や食べ物、 人々が何をしているかを体験して、現地の感触を得てその国を説明することだった。第2シーズンでは映像の一部が、ウォシャウスキー姉妹の両親を含む新規ショットに置き換えられた。各エピソードのエンドクレジットの最後には、メインタイトルデザインとして、ウィンスローがクレジットされた。2017年3月2日、デッドライン .com は契約が切れた主演俳優8人に対して、 ネットフリックスが同年6月までの契約を交渉しており、センス8が第3シーズンに更新される可能性が高いと報じた。2017年5月初旬、プロデューサーのロベルト・マレーバは、レギュラーキャスト8人全員の契約が更新されたわけではないが、交渉は進行中であると語った。また彼は、第1シーズンの平均予算は1エピソードあたり約450万ドル。 第2シーズンは1エピソードあたり約900万ドルであることを明かした。さらに複雑な制作体制のためシリーズが第3シーズンで最後になる可能性があること、ラナワシャウスキーは単独の映画監督として仕事をしていることを付け加えた。2017年6月1日、ネットフリックスはシーズン更新をキャンセルしたと発表した。理由についてネットフリックスの プレスリリースでは触れられていなかったが、公表の数日前から更新キャンセルを示唆していたブライアン・ジェイ・スミスは、制作コストに視聴者数が見合っていないことを原因として挙げた。キャンセル発表の直後、ロベルトはネットフリックスが突然、数字だけを理由に説明なくキャンセルしたと述べた。ファンたちはネットフリックスの決定に対して、オンライン署名やリニューセンス8の ハッシュタグでのツイートを行い、制作継続を訴えた。2017年6月8日、センス8の公式 SNS アカウントはファンたちの努力を認め、ネットフリックスはセンス8の更新を再度検討したが、結論に変更がなかったことを伝えた。スミスはファンたちに原因は、低視聴率であることを繰り返し述べ、キャンセルが公式発表される前に、サポートの声を求めたのは、 一度正式決定してしまったら覆せなくなってしまうからだと説明した。彼は撮影中におけるネットフリックスのサポートを称賛するとともに継続のために尽力したファンたちに感謝していると伝えた。2017年6月10日、ネットフリックスの最高コンテンツ責任者、デッドサランドスは全米制作者組合のイベントプロデュースドバイ、コンファレンスで 視聴者は非常に情熱的であったものの全世界での撮影にかかる制作費を支えるほど十分ではなかったと述べた。同月中にネットフリックスが何度も作品継続がないことを伝えたにもかかわらずファンたちは納得せず継続を訴えるキャンペーンをやめなかった。2017年6月29日作品の公式 SNS アカウントが ラナ・オシャウスキーからの手紙を掲載し、そこで2018年を目途に2時間スペシャルをリリースする予定であることが発表された。ラナは手紙の中でこれを可能にしたのはファンからの強力な支援であると感謝を述べた。彼女はまた作品を継続することはネットフリックスにとって常に挑戦であると説明した。ネットフリックスは最終回について 特別な告知を行い、ラナは、そのリリースの後、センス8の開かれた未来について、この出来事から教わったことがあるとしたら、先のことは誰にもわからないということだと述べた。第1シーズンは概ね好評であった。デビュー集計サイトのロッテ点トマト図には45件のレビューがあり、平均値は6.11、10、支持率は67%であった。同サイトにおける、 批評家の意見には、シナリオの筋には部分的な荒があるが、多様なキャラクターと彼らの物語が創造的に交錯していくことにより、ウォシャウスキー姉妹のセンス8は魅力的なものとなっているといったものがあった。過重平均を用いるメタクレティックでは、24件の批評に基づき64、100のスコアとなり、全体的に好ましい評価となった。 第2シーズンも引き続き好意的に受け止められた。ロッテントマトズでは14件のレビューがあり、平均値7.2、10、支持率86%となった。センス8は、驚異的なビジュアル、ウォシャウスキーの風変わりな点を維持しつつ、個々のキャラクターの掘り下げにより心打つものとなっている。メタクレティックでは8件の批評に73、100のスコアが与えられ、 全体的に好ましい評価となった。またロッテントマトズには先行配信されたクリスマススペシャルに対する7件のレビューがあり、平均値7.0、10、86%の支持率であった。ネットフリックスが公表したレポートによれば、エピソード3まで視聴した視聴者の少なくとも70%は第1シーズン終了まで見ており、それについてストラジンスキーは一度に3回、 4回、あるいは6回と続けて視聴する人がいると述べた。ネットフリックスの別のレポートでは視聴者がゆっくりとしたペースではなく一度に多くのエピソードを続けて見る作品の中にセンス8があった。ネットフリックスの最高コンテンツ責任者、ゲットサランドスはセンス8はフランスとドイツのマーケットだけでなく世界的にも成功しつつあると称賛した。ネットフリックスの インターナショナルシリーズ担当副社長エリック・バーマックはセンス8をブラジルマーケットで最も人気があるシリーズの一つであると認めた。シリーズはデジタル配信であったにもかかわらず第1シーズンの封切り3日以内に50万回以上の違法視聴があったとバラエティが報じた。センス8のレッドカーペットプレミアは2015年5月27日。 サンフランシスコのメトレオン内にある AMC シアターズで行われ最初の3エピソードが公開された。2015年7月中旬からネットフリックスブラジルはセンス8デコーデットという一連の短編ドキュメンタリーを配信した。センス8に影響を受けたジョアン・ウェーナー監督の短編は精神医学、フェミニズム、トランスジェンダーになること、そして仏教に触れた。 同月下旬、ネットフリックスは、スポティファイで、ブレインウェーブシンフォーニーというタイトルの音楽トラックを配信した。作成のために、面識のない8人に一連の様々な刺激を与え、各人の脳波を脳波系で記録した。それぞれからメロディを抽出した後、それらをシーズンが盛り上がっていく様子を反映するように配置した。2015年8月上旬。 ネットフリックスはシリーズ第1シーズンの舞台裏について世界中で撮影した30分のウェブドキュメンタリーセンス8クリエイティングザワールドを制作した2016年5月3日第2シーズンの制作が継続していることを告げる宣伝用のスチルがラナオシャウスキーによってロードにセンス8のハッシュタグと共に掲載された2016年12月3日 サンパウロのコミックコンエクスペリエンスにおいて12月23日のネットフリックスプレミアに先立ちクリスマススペシャルが上映された。第2シーズンのエピソードには2017年4月18日パリのシリーズマニアフェスティバルにおいて審査のため上映された。4月23日にはシカゴのミュージックボックスシアターでエピソード2から3が上映され、後に アメリカ自由人権協会のチャリティでラナワジャウスキーが聴衆から質問を受けた。また4月26日にはニューヨークマンハッタンのリンカーンスクエアにある AMC シアターズで第2シーズンのレッドカーペットプレミアが開催された。ありがとうございます。